トル自走砲とは、第二次世界大戦末期の1945年に、日本海軍が製作した、自走砲である。海軍部隊内では1 2トル砲戦車と、呼ばれていた。現在では、海軍単1 2トル自走砲と表記される、こともある。日本陸軍が開発した97式中戦車を、改造して作られた、単1 2トル砲の自走化車両である。 配備先は、佐世保や横須賀第16特別陸戦隊など。少なくとも、佐世保に4両、横須賀に10両あったことが確認されている。車体は97式中戦車ほぼそのままであるが、前期型か後期型かは不明である。1945年9月22日に、佐世保で、米海兵隊が撮影した写真では後期型車体が用いられている。 砲塔は 47mm 砲用に開発された新砲塔を流用している。米軍の調査時には、車体前方左側の 7.7mm 機銃は撤去されていたが、重火の様式は標準的な97式車最重機関銃のものであると評価している。砲塔の対空機銃火はそのままとなっている。米軍の調査では、エンジンは十二気筒星型エンジンへ換装されるものと、 信じられていると報告された。また換気装置が車体後方にある機関区画の直上に位置している。戦車は右側の席から運転された。最大速度の表示は60キロ毎時である。他、足回りは標準的な97式中戦車と同様である。6輪の天輪が両側面にあり、4輪は組みとされ、2輪は独立喧嘩されている。 機動輪は前方にあり、誘導輪は後方にある。3個の上部天輪が両側面に装着された。構成の早期部分のための防護装甲は装備されておらず、ただし前方部分は薄い金属板のフェンダーにより覆われている。搭載下砲は日本海軍が戦争中期に開発した関西砲である単12センチメートル砲を車載用に改造して新砲塔に装備している。 原型砲である、単 12cm 砲は、小船の自衛用に開発された、簡易急増工角砲である。初言は、十ミ 120mm、砲身長 1510mm、砲空十 1440mm、砲初速秒速 290m、最大対脚長 270mm、砲身重量 218kg、多摩手は1号通常弾を使用した。 原型砲は大行角を取ることが可能で、対空戦闘も行えるため攻角砲に分類されているが、実質は対戦を、主とし、対戦、対水上、対空拳用の迫撃砲に似た特性を持つ。弾薬砲は、反固定式の薬莢形式である。砲は十二口径の弾砲身であり、最大射程、方向所属とも、旧式榴弾砲とほぼ同等の性能である。 しかし反面、空圧が低いので、方針の肉圧を薄くでき、方角部の強度も低くていいので、後傾の割り砲重量を軽くできる利点がある。原型砲の中体機は、方針の上方に一本、股先は、方針の下方に一本である。原型砲の最大射程は5300メートルだが、転用した砲は、砲塔形式で工業格は、取れないため射程は制限された。 なお、原型砲には、鉄鋼弾は、用意されていない。本砲の通常弾は、弾柄が薄くその分作薬を多くしていた。弊社もできるが、装甲間鉄力は小さく、弾道を低止性は良くない。原型砲と異なり、本社用の方の中体副座器は内部にバネを、収容した、円柱状の装置を方針と、同心式に備え、後座長は3 3 0ト、mm、ルと長くなっている。 角度のついたバッフル付きの方向性待機が全ての搭載法に見られるが、米軍ではこの装置を法が製造された後の追加回収によると推定している。大型の後半が褒美の上面にボルト止めされているが、これは明白に方向性待機のカウンターウェイトであると評価された。法は弾肉方針である。原型法及び本法は法に向かって右開きの段。 かく式閉鎖器である。汚染は段かく式の位置形式で、砲の右側で、ヒンジによって固定された。撃発機構は、バネ構造で、へしゃげ縄により作動して打撃する形式である。汚染に面して、直径約2インチの円筒形状の穴が開けられており、そして、激震の穴は4分の3インチの厚みで覆われている。操作用ハンドルが砲尾の直下に置かれており、こう描いて、 汚線のヒンジ上に旋回する。方が開かれた際、ハンドル内部のスロットにより、稼働するカムが激震のガイドハウジングを後方へ圧縮する。これによって激震が激発可能状態となる。またカムにより、視野が激震軸内部のシアノッチへと進められる。この部品は激震を交代位置で固定し、へしゃげ縄が引かれると解放する。方尾の右側に、 単一の部材でできた中トン図が配されており、汚染の動きとともに、ピボット運動を行った。撃発機構には、特徴的な機械式安全装置が組み込まれており、砲が発射中、汚染を固定した。この安全装置はへしゃげ縄を引くことで作動し、激震が解放された後まで位置を保持した。米軍の調査時には、手法から照準機が取り外され、発見されなかった。 ただし方の左側、砲画と指標ドラムに0メートルから4000メートルまでのメモリが付けられていた。また旋回と不行の操作装置は砲の左側に配されていた。米軍ではこの砲は明らかに兵員一名により人引き操作されると評価している。また本社の方、青具深くは約マイナス10プラス20度で、砲塔は全周旋回した。砲刀の後面には、 7 7トル基銃を撤去して箱が取り付けてある。この箱は床板をアングル材で釣った直角三角形の釣り棚を設けて、そこに交換可能な弾薬箱を直接置いたものとする解釈もある。車内の弾薬ラックには27発が収容できたが、演習弾のみが発見された。砲弾は全長が 約6 2 9トル弾丸の全長は約2 9 8トルで黒色に塗られ頭部に新幹を収めるための穴が設けられていた専用の対戦車榴弾の存在は不明である砲塔後面の弾薬箱を除く車内の弾薬積載数は発発とする説がある本社の乗員数は不明である砲の左側に照準機が据えられ砲手が 砲塔左側に位置した。装填手が砲塔右側に位置するとなると、本砲の正面向かって右開きの螺旋式兵先では、装填作業が困難であっただろうと思われる。社長について、これは砲手の兼任とする説もあるが、本社のキューポラは、元の 47mm 砲用新砲塔と、同様に砲塔上面右側寄りにあり、 冒頭左側に位置する砲手が社長兼任では外部視察に問題を生じる可能性が高い。冒頭右側の社長が総天守を兼任していたのであればこの問題は解決する。米軍の調査時に前方基準は回収されなかったものの基準化は残されていた。対空基準化も残されている。本車両が配備された。 横須賀第16特別陸戦隊は、本土決戦時の海軍の戦車部隊だった。海軍の陸戦教育の中心である、立山法術学校の戦車隊を母体にした部隊で、第1大隊と第2大隊の2個大隊による編成であった。1個大隊は2個中隊よりなった。一説によると、第2大隊霊下の2つの中隊本部には、中隊本部付きとして、 特産式内過程1から2両があったとの証言も、ある。横須賀第16特別陸戦隊の編成と装備は、第1大隊第1中隊新砲塔九97、式中戦車10両プラス1両、同、第2中隊12センチメートル砲戦車10両、第2大隊第1中隊特に式内過程10両、特産式内過程1両、同、第2中隊特に式内過程10両、であった。 終戦直後の厚木海軍飛行場における第302海軍航空隊による反乱事件に際して反乱部隊の離陸を阻止すべく横須賀第16特別陸戦隊第1大隊に対し所属する単12センチメートル自走砲を含む全車を持って滑走路を塞ぐことが命ぜられた。しかし翌日同隊による厚木海軍飛行場への攻撃は中止になり 単 12cm 自走砲が実戦投入されることはなかった。1945年8月当時、日本陸軍による単 20cm 砲を自走砲化する計画があったとされる。ありがとうございます。